これより農林水産省所管について審査を行います。まず、概要説明を聴取いたします。坂本農林水産大臣令和2年度、令和3年度、および令和4年度の農林水産省の決算の概要をご説明いたします。第1に、令和2年度の決算の概要をご説明いたします。まず、一般会計についてであります。 歳入は歳入予算額4616億円余に対し、収納済み歳入額は4603億円余であります。歳出は歳出予算減額4兆6506億円余に対し、支出済み歳出総額は3兆2728億円余、翌年度繰越し額は1兆2293億円余、 扶養額は千四百八十五億円余であります。次に特別会計についてであります。食料安定供給特別会計については、収納済み歳入額九千二百六十四億円余に対し。支出済み歳出額は八千二百九億円余であり。その差額千五十四億円余のうち。翌年度の歳入への繰り越し繰入れ額は。 あ千二十三億円余であります。また国有林野事業債務管理特別会計については。収納済み歳入額及び支出済み歳出額が。ともに三千六百三十三億円余であり、その差額はありません。第二に令和三年度の決算の概要をご説明いたします。まず一般会計についてであります。歳入は。 歳入予算額四千六百六十二億円余に対し収納済歳入額は四千九百九十四億円余であります。歳出は歳出予算減額一兆四千四百七十六億円余に対し支出済歳出総額歳出額は三兆二千二百六億円余。翌年度繰り越し額は一兆二十八億円余。 扶養額は2241億円余であります。次に特別会計についてであります。食料安定供給特別会計については、収納済み歳入額9797 97億円余に対し、支出済み歳入額は9134億円余であり、その差額663億円余のうち、 翌年度の歳入への繰入額は635億円余でありますまた国有林野事業債務管理特別会計については収納済み歳入額及び支出済み歳出額がともに3603億円余でありその差額はありません第3に令和4年度の決算の概要をご説明いたしますまず一般会計についてであります 歳入は歳入予算額4593億円余に対し、収納済み歳入額は5050 50億円余であります。歳出は歳出予算減額4兆5233億円余に対し、支出済み歳出額は3兆4033億円余、翌年度繰り越し額は 9812億円よ、扶養額は1387億円よであります。次に特別会計についてであります。食料安定供給特別会計については、収納済み歳入額1兆2541億円よに対し、支出済み歳出額は1兆5 1兆1505億円よであり、その差額1036億円よのうち、 翌年度歳入入への繰入額は億円余でありますまた、国有林野事業債務管理特別会計については、収納済み歳入額および支出済み歳出額がともに3534億円余であり、その差額はありません。以上をもちまして、令和2年度、令和3年度および令和4年度の農林水産省の決算の概要の説明を終わります。 よろしく、ご審議のほどをお願いいたします次に会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査員柳瀬審議官令和2年度、農林水産省の決算につきまして、検査いたしました結果の概要をご説明いたします。 検査報告に契機いたしましたものは、不当事項15件、意見を表示し、または処置を要求した事項5件、および本位の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項4件であります。まず、不当事項についてご説明いたします。検査報告番号86号から100号までの15件は、補助事業の実施および経理が不当と認められるものであります。 次にに意見をを表示しししままたたたは処置を要求した事項についいてご説明いたしますその1は、強い農業担い手作り総合支援交付金事業の実施に関して改善の処置を要求しおよび是正改善の処置を求めたものその2は農地情報公開システム整備事業により構築されたシステムに関し意見を表示しおよび改善の処置を要求したものその3は 流木販売等における丸太のトラック運搬にかかる経費の積算に関して、改善の処置を要求したもの、その4は、農地工作条件改善事業における地域内農地集積型事業の実施に関して、改善の処置を要求したもの、その5は、政府所有米国の販売等業務委託契約のメッシュチェック200経費の単価に関して、改善の処置を要求したものであります。 次にににに本のの指摘に基づき当局においいいてて改善の処置を講じたたついてご説明いたしますその1は、公用車による高速自動車国道等の利用に関するもの、その2は、中山間地域等直接支払い交付金事業に関するもの、その3は、合板製材生産性強化対策事業等における間伐材生産事業の実施に関するもの、その4は、 競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施に関するものであり、これら4件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。続きまして、令和3年度農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要をご説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは、不当事項20件、意見を表示し、または処置を要求した事項5件、および 大いににのの指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項1件でありますまず、不当事項についてご説明いたします。検査報告番号199号は委託費の支払いが課題となっていたもの、200号から218号までの19件は、補助事業の実施および経理が不当と認められるものであります。次に、意見を表示し、または処置を要求した事項についてご説明いたします。 その1は、高収益作物実気作支援交付金事業の実施に関して適宜の処置を要求し、及び改善の処置を要求したもの。その2は、過剰木材在庫利用緊急対策事業と同様の要件を規定する事業に関して意見を表示したもの。その3は、林業、木材産業改善資金の実施に関して改善の処置を要求したもの。その4は、 農業・農村整備事業等における公共測量の実施に関して改善の処置を要求したもの、その後は国営更新事業に係る付帯施設の機能保全計画の策定状況等の把握等に関して改善の処置を要求したものであります。次に、本位の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項についてご説明いたします。これは離島漁業再生事業の実施に関するもので、 ここれれについて指摘したたところ改善のの置が取られたものであります最後に、令和4年度農林,水産省の決算農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要をご説明いたします。検査報告に契機いたしましたものは不当事項18件、意見を表示しまたは処置を要求した事項3件及び本位の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項2件であります。 まず、不当事項についてご説明いたします。検査報告番号205号は会計経理が適正を欠いていたもの、206号は契約額が割高となっていたもの、207号から222号までの16件は補助事業の実施および経理が不当と認められるものであります。次に、意見を表示し、または処置を要求した事項についてご説明いたします。その1は 水田活用の直接支払い交付金事業の実施に関して、改善の処置を要求するとともに意見を表示したもの、その2は森林環境保全整備事業で整備された防護策に関して改善の処置を要求したもの、その3は、非常用発電設備が設置された農業水利施設のうち、ポンプ場設計基準等の改定前に設計された施設に関して改善の処置を要求したものであります。 次に、本位の指摘に基づき、当局において改善の処置を講じた事項についてご説明いたします。その1は、畜産・酪農収益力強化、総合対策、基金等事業の実施に関するもの、その2は、収穫調査にかかる人員輸送費の積算に関するものであり、これら2件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。以上をもって説明を終わります。 ただいまの会計検査院の指摘に基づき、講じた措置について説明を聴取いたします。坂本農林水産大臣えまず訂正をさせていただきます、先ほどの発言の中で、令和3年度の歳出予算減額を1兆4476億円よと発言いたしましたが、正しくは。 4兆4476億円余でございます。お詫びして訂正をいたします。会計検査委員から報告のあった令和2年度、令和3年度および令和4年度、決算検査報告に対しまして、農林水産省が講じた措置をご説明いたします。予算の執行にあたっては、常に効率的かつ厳正な処理に努力してまいりましたが、 不当事項等として指摘を受けるような事態が生じたことは、誠に遺憾であります。指摘を受けた事項にあたっては、不当事項について指摘に基づき、直ちに是正や改善措置、補助金の返還、手直し工事を実施するとともに、それ以外の処置要求、事項等についても、指摘に基づき、是正や再発防止のための改善措置を講じているところです。 今後、このような事例の発生を未然に防止するため、指導、監督の強化を図り、事務事業の厳正かつ効率的な実施に万全を期すとともに、予算の適切な執行をより一層徹底してまいる所存であります。 この際お諮りいたしますお手元に配布いたしております、決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、農林水産省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。大阪誠二君 どうもおはようございます立憲民主党の大阪誠二でございます今日はよろしくお願いしますえっとまず今日は、えー、子ども食堂についてお伺いをしたいと思いますえ一、ー、点目、えー、子ども食堂の現在の数これは政府はどのように把握しているか、えー、参考人の方からお知らせください、えー、子ども家庭庁長官官房審議官野村聡志君 お答え申し上げますあの全国の子ども食堂に対する各種、まあ、立ち上げの支援などを行っております認定の PO 法人、結びえさんの調査によりまするとえ、子ども食堂は2018年時点において2286か所でございましたところ、2023年時点では9132か所となっております。数は増加をししてていいるという,ふうに承知をしております委員長大阪 えっとまあ、今、子ども食堂の数が9000を超えているという報告でありますけれども、子ども食堂は2012年にあの第1号ができたかというふうに承知をしております、それから12年で9000を超える1万近い数になっていると、全国の中学校の数がですね1万ということを大体でありますので、それを思うと、中学校区1つにあの1か所というような感じになるかなと思っています。 でご案内のとおり、子ども食堂、これは民間やボランティアの皆さんによって行われていると、政府の方では、子ども食堂を継続するために、まあ、継続的な支援策を設けているわけでは、必ずしもないわけであります。しかし、これほど子ども食堂の数が増えているということは、そのニーズ、必要性、それが高いんだろうということの裏返しかなというふうに思っております。そこで、子ども食堂の必要性に対するあの認識、これは政務官の方でしょうか。あの ご認識を少しごひれきいただきたいと思います古、えー、賀雄一郎内閣府大臣政務官え。お答え申し上げますあの。この子ども食堂でございますが、あ委員ご指摘のとおりです、ね、この地域のボランティアの方などが、その子どもたちに対して、この無料または安価で栄養のある食事、あるいは温かな団らんを提供する場と、提供する取り組みといたしまして、 さまざまな目的、あるいはさまざまな運営方法で行われているというところでございまして、その利用者につきましても、この必ずしもこの低所得世帯の子どもに限らずにです、ね、誰でも参加できる場所が多いと、まあ、こういうふうに承知をいたしております。まあ、こうした子ども食堂は、その子どもたちに対するまあ食の支援はまあもちろんのことでございますけれども、子どもの安全安心な居場所としても、 また、この虐待等々、さらなる支援を必要とする子どもの早期発見、早期対応の短所となるなど、重要かつ多面的な役割があると、こういうふうに認識をいたしておりまして、その取り組みを支援していくことを通じて、子どもたちの健やかな成長を促進してまいりたいと、このように考えております。大阪君あの政務官 ぜひです、ね、子ども食堂の重要性、これをしっかり認識をした上で、政府としてもこれからもあの十分な対策を講じていただきたいというふうに思います。えっと、そこで、また政府参考人にお伺いしますけれども、一昨年度、政府から全国の子ども食堂に対して、国費でどの程度の支援を行ったのか、これが1点、また今年はどのような支援メニューがあって、どの程度の予算を計上しているのか、この2点、お知らせください。 野村長官官房審議官お答え申し上げますあの子ども食堂に対する支援の実績ということでご指摘の上げました令和4年度でございますけれども 例えば地域子どもの未来応援交付金という補助金がございましたけれども、こちらの中では各地方自治体に対しまして、合計6億円強の支援を行ったところでございます。ただ、この補助金のメニューとして、子ども食堂のみではございませんので、子ども食堂をはじめとして、フードパントリーでございますとか、学習サポートの場、プレーパークでございますが、そういった地域の実情に応じた子どもたち、あるいはその親御さんも含めた形での居場所づくり、こうしたものへの支援として活用いただいたところで で今年度でございますけれども、令和5年度補正予算で措置をいたしました2事業、具体的には地方自治体が実施したいとなっていただきます地域子どもの生活支援事業について13億円、で民間の中間法人から各地域での子ども食堂などの取り組みを支援していただく、一人とや親家庭などの子どもの食事など支援事業について25億円を繰り越して実施をし、子ども食堂への支援に充てることとしてございます。 大阪君、あの一昨年度の決算の状況、六億余りということですが、残念ながら子ども食堂団体での補助ではなくて、他のものも含めてというお話でありました。そこで、もしお手元に野村さんあればですね、この一昨年度のこの執行の状況というのはどの程度だったのか、これ今あの時点でわかりますかね。野村長官官房審議官。 申し上げますちょっとメニュー事業でございますので、取り組みの具体の内訳まではちょっと持ち合わせておりませんが、地域こどもで未来応援交付金という予算額自体は20億ちょっとございまして、その中でこういった地域関係の取り組みへの支援ということで、支出済みとなっているのが、先ほどご紹介申し上げた6億強ということでございます大阪君予算額が20億で、執行済みが6億だということなんですね。ということはあまり使われてないんですよ。 でぜひです、ね、政務官にお願いしたいんですけれども、あの子ども食堂をやられている皆さんというのは、やっぱり行政の状況に精通している人ばかりではないんですね、やっぱりボランティアの方も多いですし、あのご地元のお父さんやお母さんたちが手弁当でやっているというようなものもあるわけです、そういう方々に補助のメニューを示しただ示しただけで、さあ、申請してくださいって言っても、これ、簡単なことではないんですね。そこででつつお願いいしたいんですけれども1つは 政府の支援メニューがです、ね、いくつかに分かれている、農水省にあったり、厚労省にあったり、子ども家庭庁にあったりということもありますので、これ、メニューを一元化して分かりやすく提示をするというのは一つ、それから申請が非常に反差、役所の人から見れば、こんなの大したことないよというものなのかもしれないんですけれども、やっぱり一般国民から見ると、役所に何かを出すというだけでこれ、ビビるんですね。だからそこはです、ね、複雑な申請を少ししでも簡素にして 申請しやすいような環境づくりをしていただきたいというふうに思いますけれども、この2点、いかがでしょうか。う大臣政務官お答え申し上げます。大変重要なご指摘をいただいたというふうに認識をいたしておりまして、この子ども食堂がです、ね、全国各地で大変こう増えてきているということもございますし、今おっしゃったです、ね、まあ、それぞれの,その現場にその支援策の情報をきちんと分かるように。 お伝えしていくということは大変重要な課題だというふうになってきているとま認識しております。で、この点についてま、既にこの自治体やあるいはその中間、支援団体に対する説明会などを順次開催してきておりまして、まあ、実は今日もですね。その予定がございますけれども、まあ、引き続き、この自治体や中間支援団体と連携をしながらですね。まあ、様々な機会を捉えて情報提供を努めていきたいと思いますし。しま合、あ、わせて先ほどとすですね。2点。 あったと思います一元的という話と、ですねそれからその申請の反差な問題を解決せよと、まあ、こういったご指摘がございまして、まあ、こういうことも含めて、ですねこの支援策をその効果的に実施していくためには、ですねやはりこの現場のニーズといいますか、そういったところをです、ね、しっかりと我々もそも組み上げていくということが大変重要だと、こういうふうに考えておりまして、まあ、その点についてもですね、 もう自治体、あるいはこの中間支援団体と連携しながらです、ね、しっかり対応させていただきたいと、こういうふうに思っております、以上で委君、あの政務官、ぜひよろしくお願いします、えっと。そこで坂本大臣にお伺いしますけれども、坂本大臣、奥様はもう子ども食堂に関わっているというふうに承知をしてるんですけれども、大臣としての子ども食堂に対する認識、そして農水省としてどんな支援を行っているか、お話しいただけますか。坂本大臣 えー、3年前、私は孤ども・立対策担当大臣で子ども食堂を担当しておりました、その時が6000箇所でございました、わずか2年の間に、えー、令和5年度でもう9000を超える子ども食堂ををになった、えー、それはあのー、都市も地方も問わず、これだけ急増したということは、やはり私たちはしっかりそこを考えなければいけないというふうに思っております。あのー いろんな形でやはりボランティアが子どもを対象にで,できるというようなことが、一つ、私の女房なんかもやっている大きな要因であろうというふうに思いますけれども、その中でまあ困難な、さまざまな困難を抱える子どもたちが安心して過ごせる居場所であるということと同時に、居場所をなくした中高齢者の皆さんたちが、そこにコミュニケーションの場として参加をして、そして共に食事をする。 このような状況になっていることが、やはり大きく子ども食堂を増やしている原因ではないだろうかというふうに考えております。さらに、その中で子どもたちを中心に、栄養のある食事を提供し、食品アクセスの確保も、農林省としても図っていかなければいけないというふうに考えております。これまでも食育推進の観点から えー、子ども食堂への政府米政府備蓄米の無償交付を行ってまいりました。まあ、あのこれ以外に子ども食堂が地域の教職の場を提供する取り組みの支援、こういったもの例えば消費安全対策交付金等などによりましてその支援をしていかなければいけないというふうに思っております。あのさらに円滑な職員アクセスの確保確保を図る観点から。 子ども食堂等への多様な食材、食料の提供に向けて、地域の関係者が連携する体制づくり、これを支援していかなければいけないと考えております。引き続き、子ども家庭庁とおよび子ども食堂を支援する関係省庁とも連携をしながら、地域の取り組みを後押ししてまいりたいというふうに思っております大阪君。 あの大臣ありがとうございます子ども家庭庁よりもなんか踏み込んであの、いろんな答弁をいただいたような感じがするわけでありますけれども、要するにですね、こういう,こ,う,いうことなんですねっていう言い方は変なんですが。 本来やるべき子ども家庭庁よりも農水省の方が実はこう踏み込んだ発言をしている、これはやっぱりちょっとおかしなことでありまして、もっと子ども家庭庁全面に出て頑張らなきゃいけないというふうに思ってますので、ぜひお願いでございますけれども、子ども食堂は単なる食事の場ではないと、子どもも高齢者も含めて、地域にとって非常に重要な場であるということでありますので、子ども家庭庁においては、 子ども食堂というのはどういうものであるかということをよく検討した上でです、ね、政府としてどういう対応をすべきかということをです、ね、しっかりあの考えていただきたいということをお願いさせていただきます。 それでは、古賀政務官と,と,、えー、と野村さんはこ、これであの子ども食堂の質問を終わりますので、委員長、退席いただいて構いませんので、よろしくお願いします、はい、もうあのご退席くださって結構です。どうもありがとうございました。それでは、今度は農水省にお伺いします、農業の問題です、えー。ここ20年余りの農業従事者、それから農業従事者の平均年齢、農地面積の推移、これをお知らせください。 農林水産省、山田大臣官房統計部長お答え申し上げます。ここの20年ということでございますので、2000年以降ということでデータを取らせていただきました。まず、農業従事者でございますが、基幹的農業従事者と申しまして、普段お仕事として主に自営の農業に従事されている方、こちらの人数で申し上げますと。 の2000年の240万人から2020年には136万人、そして直近の2023年では116万人となってございます。そしてその基幹的農業従事者の方々の平均年齢でございますが、2000年の62.2歳から2023年には68.7歳となってございます。また、高知面積でございますが、2000年の483万ヘクタールから、 直近の2023年では、430万ヘクタールとなってございます大阪君あの農業従事者が大幅に減っていると、しかも平均年齢が60、約9歳ということであります、それから農地面積も減っていると、相当深刻な状況なんですが、この農業従事者、さらに農地面積が減っている理由を政府はどう見ているでしょうか、政府参考にお願いします。 村井農林水産省経営局長お答え申し上げますまず、農業従事者数の関係でございますけれども、先ほど、統計部長のほから答弁ありましたが、個人形態の農業者であります、基幹的農業従事者につきましては、 これ農林業センサスの数字で見ると現行の食料農業農村基本法の制定時平成11年ということになりますけどそのときから約20年間で104万人その減少したということでございますけどもこのうちの77万人を稲作関連が占めているというあの状況でございます稲作は機械化等の進展を背景に少ない労働時間で生産できる体系が確立していることなどから これでも比較的、従事しやすいという。 特徴がございますけれども、こういった形で,です、ね、高齢でありながら、これまで従事されてきた方々がいよいよリタイアする局面に入っていると、こういったことが背景にあるというふうに考えております。加えて、企業の定年延長による早期退職世代や、定年機能世代の収納の減少、若年世代における少子化や食料選択肢の多様化等による新規収納 農業者の減少なども、農業者の減少の要因と考えており、時代の農業人材を育成しなければ、農業の持続性が危ぶまれるとの危機感を持っております。次に農地面積の関係でございますけれども、農地面積が減少している主な要因は、宅地や工場等の建設に伴う農地転用や高齢化や労働力不足などによる広範廃農地の発生によるものと考えております大坂君。 えっと、これもなかなか深刻な状況なんですけれども、農業従事者、農地面積に対して農水省、将来はこれはどのように推移すると見ているのか、その状況をお知らせください村井経営局長。えー、お答ええー、申し上げます。 まず農業従事者数の関係でございますけれども、我が国、あの農業の、まあ、現状の構造のということで申しますと、個人経営と法人経営の2つがございます。で個人経営の農業従事者につきましては、この20年間でおおむね半減をし、えー 直近のセンサス以外の調査の数字ということになりますけど一番新しい数字を申します、現在約116万人ということになります。その一方で、法人経営の農業従事者については、この20年間で増加をしております現在約24万人となっております。 こうした中、個人経営の農業実施者につきましては、現在、の年齢構成から見て、今後20年間で30万人に、約30万人にまで減少するおそれがあるというふうに考えておるところでございます。また農地面積につきましては、現行の食料、農業、農村基本法におきまして、食料自給率目標の前提となる生産努力目標が実現可能となる面積といたしまして、令和12年時点で414万ヘクタール あると見通しているところでございます大阪君坂本大臣、あのまあ、今、数字をいろいろ言っていただきましたけれども、もう大臣もこれ、委員会で何度も何度も質問を受けててです、ね、耳にタコができるぐらい、しかも同じことを答弁書見ないでも答弁できるぐらいです、ね、答弁されていると承知をしてるんですけれども、日本の農業の状況、極めて深刻です。 これどん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 自事自者が減っていってます、それから自分の感覚でも、私も農村の生まれですから、生まれ育ちですので、子どもの頃はあった田畑がどん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 なくなっている、なくなっているのは、何か他の土地に転用されたというものばかりではなくてです、ね、後輩地が相当多くなってるんですね、で一方で食料自給率38%だと、これ、相当深刻ですよ。ここれだから坂本大臣ですねこの 農水省として日本の農業をどうしたいのか、どういうことを目標に政策を展開しているのか、そのことを分かりやすく、ですね大臣の口で少しお話しいただけますか。坂本大臣まずあの 世界を取り巻く農業環境でありますけれども、気,象変気候変動が想定以上に今進捗を進んでしま,しまっております。それからあの、日本は人口減少化ですけれども、アフリカをはじめとして、人口増加に伴う食料争奪、こういったものが起きております。さらには地政的紛争リスクこういったものがあの 起きてまいりまして、非常に世界の情勢がまあ変化をしているというのがまあ国際情勢です。そしてあの国内に目を向ければやはり人口減少があります。総人口が2050年にはまあ1億人と今よりも2000万人減ります。そして国内国内市場もまあ減少をいたします。先ほど事務方から言いましたように120万人の農業従事者が30万人に減る。 委員と同じように、私も農村の出身でありますので、私の前後の同級生たちは、ほとんどがその当時は、何の迷うこともなく、農業高校農農、農家の長男は農業高校に行きました、その世代が今、60歳、70歳代であります。ですから、この層が、この層はまあ250万人から200万人生ま,れ生まれていた時代であります。 その層がごっそりとまあこれから20年後には抜けるとまあいうことになりますので、120万人が30万人になるとまあいうことになっていくわけです。まあ、そこでどういう農業を展開しなければいけないかといいますと、やはり4分の1になりますので、今まで4人でやってたことをやっぱり1人でやれるような、そういうスマート農業というものを進めていかなければならないというふうに思います。同時にやはり付加価値の高い 農業の生産を実現する、そして何よりも所得をしっかりと確保する、そのための経営感覚というものを磨いていくということが大事だというふうに思っております、加えて、やはり海外,の海外へ向けた輸出も大事であります、日本を食料の輸出の拠点にするということも重要なことであるというふうに思いますので。 農業が日本の農業がアジアの中心となりよう諸外国への食料供給をまあになってまいりたいそのためには安心安全で非常にレベルの高い食品食料というものを作り上げていくまあこのことが大事であるというふうに思いますそしてやはり農業農村の関係人口こういったものもこれは他の省庁とも連携をしながら。 現象に歯止めをかけて、さまざまな形で農村の活力をつくっていかなければいけないというふうに思っております。所得を確保すること、やりがい、そして希望、目標、こういったものが持てる農業を展開すること、そしてそれに賛同するやっぱり農業経営者、あるいは農業経営体、法人も含めて農業経営体というのが、やはり参画をしてくること。 このことがこれからの日本の食料と農業と農村を維持、拡大させていくことにつながっていくというふうに考えております大,阪君あの大臣、もう少し確認させてもらいたいんですけれども、今の答弁からすれば、農地面積は基本的には今の400万程度を将来も確保したい、それから農業従事者はどんどん減っていくから、 少ない人数でもこの400万ヘクタールを耕して耕作できるそういう体制を作りたいこういう基本的な考え方でよろしいでしょうか。坂本大臣、あの基本的にはその通りであります。しかし、まあそれをまあ保管する農業形態あるいは人材。 これもやはりしっかり作っていかなければいけない、参画していただかなければいけないというふうに思っております、そのためには、やはり多様な農業形態、反農半 X といわれるように、退職をしてでも、あるいは他で働いていても農業に参画する、そのことによって農地も守る、あるいは農村のコミュニティも守っていく。 食料生産にも寄与する、まあ、そういった多様な経営体、そして個人経営体さらには法人形態、こういったものの組み合わせで、まあ、これからの日本農業を構成していかなければいけないというふうに考えております逢坂君。改めてそれじゃあ確認ですけれども。 まああの私が少ない人数で、今程度の農地面積をなんとか維持していきたい、それはその通りだと言ったので、その方向はあのそうなんだろうということで確認をさせていただきましたが、多様なあの経営体、それは具体的に言うと、規模が大きい、小さい、規模の面ではどういうふうに考えてますか、規模の小さなところも規模の大きなところも、それはえ農水省としてはこれからの農業の担い手として重要だと考えているのかどうか、これが1点。 それから経営形態、法人と個人というものがありますけれども、法人と個人以外にも農業経営の形態、これを認めていきたいということなのかどうなのか、この2点、お伺いします。坂本大臣、えーあのー、規模の経営規模の代にかかわりません、えー、多様な経営体というのは やはり小規模であっても、そこに農業に参画をする、あるいは農村のコミュニティに参画をする、地域づくりの一端を担っていただく、こういったことで、小規模農家におきましても、そういう多様な経営体、あるいはその反応 X の方々も、農業に関わっていただく、こういったことをまあ位置づけてまいりたいというふうに思っております。それからあの法人経営体としては、えー これはの農地の面積にしても、それから農業の総産出額にいたしましても、法人が、法人経営体の農業産出額、あるいは農地の所有、こういったものが増えております。ですから法人につきましては今後 やはり大きく伸びるところは伸ばしていただく、規模拡大するところは規模拡大していただく、そしてしっかりと雇用もしていただく、そういうことを進めてまいりたいというふうに思っております。先ほど言いました120万人の中には、法人経営体に雇用されている方々は含まれておりません。ですから、こういったものもまああのしっかりと確保してまいりたいというふうに思っております大坂君。 あのぜひですね、日本の食料を守り、農業を守るためにです、ね、力を尽くしてもらいたいと思うんですが、大臣あの、農水省は食料を確保するという大きな役割を担っているわけですが、日本はかつて世界で一番の食料輸入,国でありました輸入国でありました、現在は中国が世界で一番の食料輸入国です、それからアメリカも食料を輸入する国に変わってきました。 日本の食料の輸入量は世界のトップではなくなったわけであります。まあ、そういう中で円が安くなって、食料を買うことにおいて、日本が買い負けをするのではないか、まあ、こういう懸念が指摘されております。これが一つ、これについて大臣、どう思うかという、ご自身の感想でも構いません。それからもう一つ、日本の農業は99.4%、0.6%程度が有機農業で、それ以外は化学肥料を使う農業です。 化学肥料がなければ日本の農業はやっていけないというのが現実だと思います。で肥料の3要素、窒素、リン酸、カリ、このほぼすべてが輸入に頼っている、窒素の1割程度だけが自国でなんとかなるというわけであります。したがって、化学肥料の輸出を止められたらです、ね、日本の農業って立ち行かなくなる可能性が高い、このことについてです、ね、これも大臣の感想で構いません。あのどうお考えになっているかです、ねあの 役所が作った答弁書というよりもです、ね、大臣も農村生まれ、農村育ちの立場としてです、ね、今の日本の農業、このような状況をどう見るか、このことについて、ご自身のお考えをお知らせいただければと思います坂本大臣あの。おっしゃるとおり、えー、食料を輸入できない、えー、買えるときに買えない、こういう状況になっているのは事実であるというふうに思います。現実的に中国が南米やあるいは北米からの航路をすべて抑える。 そのことによって、やはり対路あの流通を断たれるというようなことも考えられます、まあ、そういったことで、円安も含めて非常にやはり厳しい状況である、それだけにやはり自分たちで作れるものは自分たちで作る。小麦もも大豆も 非常に輸入に依存しているものに対しては、国内でやはり生産するということを努めていかなければいけないというふうに思っております、それから有機の関係は、これからやっぱり世界の潮流です、EU も、これはファーム・トゥ・フォークということで、食卓へということで、有機を進めております。 それからアメリカの方もイノベーションアジェンダというのを掲げまして、勇気、自然、地球に優しい農業を進めております。私たちはそれを食料システム戦略、緑の食料システム戦略の中で、日本としても実現していかなければいけないというふうに思います。ももちろん肥肥料料につきまししても下水道資源を活用した肥料あるいは堆肥 こういったものに着目しながら、えー、堆肥のペレット化等も含めて、やはり国内で、えー、窒素リン酸カリに代わる有機肥料をしっかり生産していく、そのことが大切であるというふうに思っております大阪君あの、大臣、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そここででで、ね、大臣最後ですけれれども私これまで農業っていうのは 農水省や役所と農家だけで何とかしよう、何とかしよう、JA などの農業関係者も含めて、関係者だけでやっていたような気がするんですね。これをもっと市民全体を巻き込むというか、国民全体を巻き込むというようなことにしないと、ですね農業についてのその、なんていうか、決意みたいなものはなかなか生まれないと思うんですよ。それで例えばですよ、それぞれの自治体に目標を設定してもらって、ですね例えば地産地消率の競争をするとかですね。 あるいはそ,のそれぞれの自治体に自給率、これを競ってもらうようなことをやるとか、こういう何か具体的な目標を作って、もちろんそれ、すべての自治体にやれと言ってもやらないかもしれませんので、希望する自治体に手上げ方式で,で、地産地消率の競争とか、自給率の競争とか、こういうことをやられてみたらいかがでしょうかね、これは一つのアイデアです。どうですか大臣大臣臣坂本 あの全体で考えていきましょうということにつきましては、今度の食料農業農村基本法の中で、生産、加工、流通、そして交流、そして消費者、この5団体でしっかり考えていきましょうということで、今、話し合いもやっていただいております。市民も取り込んで、消費者も取り込んで、流通も飛び込んで取り込んだ上での農業というもうをシステムとして考えていくというのが、これからのコンセプトになるというふうに思っております。今言われました自治体による 自給率の競争、発想としては面白いというふうに思いますが、現実的に北海100、100%近くになる北海道と、それから東京がどれだけ競争できるかというようなことはありますけれども、さまざまな検討をこれから加えてまいりたいというふうに思っておりますすす、はい、終わりますありままあがとうございますこれにて、大阪誠二君の質疑は終了いたしました。